群馬の千代田町ってどこら辺にあるの？千代田町は鶴の頭のあたりだね。は？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 いや、どこだよ。だから鶴の頭だって。それがわからないから。あ、そういうことか。群馬の人は地理を鶴の部位で説明するんだよ。ああ、群馬は鶴の形してるんだっけ？鶴舞う形の群馬県。うん、こんな感じだね。いや、まあ鶴に見えなくもないけどさ。千代田町は鶴の頭だから、ここら辺。なるほど。大体だけど、わかりやすいでしょ？じゃあ、水上だったら？左の羽。藤岡だったら？右の羽。嬬恋だったら？足とか尻尾。おー、知ってればわかりやすいね。でしょ？じゃあ、ここら辺は？え？どの部位にも属してなさそうですけど？ここは、緑市の総理あたりか？ねえ、なんて言うん？左の羽の付け根の、ちょっと右。いや、余計にややこしいな。